はい、じゃあ今日は、ワンポイントアドバイスという形で、まあ、簡単な個別セミナーをやらせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあせっかくなのでまた、お名前を伺っても、わんちゃんのお名前を伺ってもよろしいですか。じゃあ、はい、はい、イギーです。はい、イギーちゃんですね、はい、分かりました。じゃあお願いします。ペッパーです。ペッパーちゃんですね、はい、じゃあ今日はイギーちゃんとペッパーちゃんでよろしくお願いします。お願いします。まあ今日もあのね、見ててもね、とても落ち着いてて、お利口そうではあるんですが、どうですか、日常の生活では何か気になる点とか、困ったなっていう点はありますか。散歩の時に、引っ張り癖がすごくて、はい、話すと飛んでちゃうことが、2回ぐらいちょっと怖い思い。あるぐらい、わかりました。ちょっとじゃあ、順次お話を伺いながらやっていきましょうか。イギちゃんはどうですか。そうですね、めったにリードをつけて散歩するっていうのはないんですけど、クシクシと、はい、ただ、ね、たまにやっぱりリードをつけて歩かせると、はい、もうぐい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 引っ張られて、走らなきゃ追いつけないみたいな、はい、あれですよね、リードをつけてお散歩をしないっていうのは、先ほど実はちょっと伺ったんですが、あの、はい、広いお庭で、はい、遊び回ってることが多いっていう形で、はい、今度がそうですね、うん、まああのね、発散としてはいいと思うんですけど、じゃあちょっと短めにしておきましょうか。多分あの遊べるって思っちゃったので、後でね、遊んでください。まあどちらも例えばリードに慣れていないから、それは引っ張るのがダメというよりは、まあどういうふうに歩いたらいいのかが、まあわからないというよりは、そもそも知らないで、ペッパちゃんの場合も、まあ、何かを止めるというよりは、そういう時にこうどうしていくっていうのを伝えていくっていうのが、まあ、どちらも目標になるので、お散歩歩く時にはこうやって歩いてほしいですよっていうのをなるべく伝えていけるようにする。で、2回ぐらい引っ張っちゃったっていうのは抜けちゃったこう後ろにスポンと、これが取れちゃって、車に向かって走っていっちゃって、たまたま人が通って止めてくれて、はい、事なきを得たっていう。そうすると、まあ、手が離れてしまったのは、僕は実は悪いことというよりは事故と呼んでるんですけど、まあ、そうですね、離れちゃった、はい、なので今まで例えば、離れないまでも車が来ていたらやはりちょっと引っ張ってはいましたか。だから、まあ、いわゆる遊べるものであればちょっとちょっかい出してみて、遊べる遊べないっていうのをやっているのは僕はそんなに悪いことじゃないと思うんですけど、多分車と遊べるっていうことは一生ないんですよ。なのでそういう意味で言うと、まあ、その車に関してはじゃあそこは遊べないですよっていうのをこうどうやったら知ってってもらえるかな。車が来たら我慢をしているというよりは、車関係ないって思えるような形が取れるかなっていうのが、目標にはなるのかなと思うので、で反対にイギーちゃんの場合も、リードをつけると引っ張るっていうのは、まあ、外に出てきた時にイギーちゃんは、まあ、お利口なんですけど別に好奇心がないわけでは全然なさそう。なのでちょこちょこなんかいろんなのあるんじゃないかなとかっていう動きはむしろすると思うんですよ、はい、なのでまあ、どれに行きやすいっていうのを知った上で、まあ、引き戻すというよりは、まあ、事前に止めるか、あとは間に入るだけでも結構違います。でそれは例えば自分がいてワンちゃんがいて何か対象になるものっていう直通でこう行かないでってやってるのは、余計に難しくなっちゃったりするんですけど、なので自分がいてワンちゃんがいて対象で、こっちから行きたいなと思ったとしてもちょっとなんか足があるなっていう形で歩きながらこうやってやると思うんですけど、まあ、先ほどの車に一生行けないとかそういうものであれば、そういう形をとっていやこれはそのまま前に行きますよっていう伝え方をした方が、ワンちゃんたちにとっても分かりやすい。で大体今の話で車とか、何に行くっていうのはなんとなくこう歩いてると、あうちの子はあれとあれとあれとあれが好きだなみたいなのは多分もう見えていると思うんですよね、ある程度。まあ不意に行っちゃうことももちろんあると思うんですが、
なので歩きながら、例えば電柱がすごく気になるのに電柱に近寄りながら、しかも外側にしながら、絶対引っ張るなと思ったのを引っ張ったっていう瞬間に止めるっていうのは、やはりそれは難しいですし、行けと言ってるようなものに行っちゃダメって言ってるような形なので、遊びたいね、ちょっとね、今のね、あ、抱っこでもいいですよ、はい、うん、あなたもじゃあ抱っこします。なので例えば、あれに行きやすくって、でも あれは行かせてあげられないで歩いてもらいたいんだよなっていうのであれば、それが始まる前にその形を作ってあげた方が、行かないですし、行けないですし、行かないことになったっていう歩き方ができる、せっかく練習なので、例えば今多分2人ですれ違うと行きたくなるんですよ。なのでここをちょっとすれ違ってもらうといいかなと思うんですけど、なので人ワンちゃんで、逆側も人ワンちゃんで、このまますれ違って、あのご挨拶いいですかってなったら、いやちょっとそれは今日まっすぐ行こうねっていう形を伝えていきながら難しいってか忘れてもせっかくなので練習でちょっと試しに、あのせっかく見ていただくのはできなくても、そしたらこういうところが難しいんだなもう動画になるので、はい、せっかくなのでちょっと一回やってみましょうか。じゃあここに立っていただいて、この辺りに、そうですね、立っていただいて、待て待て、はい、じゃあだいたいこの辺りですれ違うような形で、もう行く気満々、そうですね、歩いてみるようにしてみてください。じゃあそのまま止まらなくていいのですれ違ってみましょうか、はい、はい、行くよ、はい、間に入ります。そうですねやっぱり行きますね。あの行くのは行くと思うんですよ。でも今例えばこれがワンちゃん同士だったら普通にくっついて、あんわーってなってダメダメみたいな、あーリード引っかかっちゃったとかっていうのが多分よくある流れっていう形になるんですけど、正直それができなかったですれ違ってるはずなんですよね。おーって行こうと思ったんだけど、でもなんか今日止められるし間もあるし、なんかうまくいかなかったなーで済んでいるので、積み重ねた結果くっついてワンってなって別れたってなると、10回繰り返したら11回目も次も同じようにしようってなるんですけど、今の形で10回繰り返してたら多分これってまあ知ってるなってなると思いますなので1回目としては僕はバッチリだったんじゃないかなと思いますし、せっかくなのでちょっともう1回行ってみましょうか、はい、じゃあ行きます。行くよ。まあ、間に入るぐらいのイメージでいいです。間に入る、間に入るぐらいでいいです。バッチリじゃないですかいいですね、はい、で今下をクンクンしながらだったから大丈夫だったんだっていう意見もあるかもしれないんですけど、行こうと思ってる子はそもそも下をクンクンしようなんて思わないので、どちらかって言ったら行けないんだよな、じゃあしょうがないからちょっと下でも嗅ぎながら行こうかなは考えられます。そういう意味では何かをやめて他のことをしてくれていて、あ、まあ、じゃあそれだったらそのまま通り過ぎようはいいことだと思います。でも今バッチリうまくいってますね。じゃあもう一回だけ言ってみましょうか。はい、じゃあどうぞ歩いてください。行きますよ、行くよ、うん、で間に入る、そうですね、はい、うん、今全部バッチリいけました。ちょっと出ちゃいました。僕は頑張りところとしてはそこは結構止めますね。なのでこう行っていけそうだったって思って、多分こうやって戻されたっていうイメージなので、ここまで行っちゃうともうあと一歩だったってなると、次頑張ってみるぞって気は起きやすくなるので、最初にちょっと止められればうまくいきやすいかもしれないです。最後もう一回だけ行ってみましょうか、ラスト でうまくいってるようであれば、実は正直うまくいってる方が積み重なる練習は進んでいるので、もうこれを覚えてあとは同じことをやろうっていうので、もう今日は飽きるほどやったねぐらいのイメージでいいと思います。はい、じゃあ行きましょう。じゃあすれ違ってください。はい、行くよ。こっち来た。あ、いいですよ、いいですよ、はい、でなるべく逆側に戻してあげるような形ですね、はい、ぐらいで OK です。じゃあちょっと一回戻ってきていただいてお話していきましょう。おいで、ちょっとね今日はその画角の手前あんまり動けなかったんですけど、基本的にはこれが、まあ、ワンちゃんとのすれ違いって正直最初にやるような練習ではないぐらい難しいんですよ。なので本当はもうちょっと何かポンと真ん中に1個ちょっ
ちょっと気になるものを置いて、あっちは動かない形の中でこっちも余裕を持って練習してみましょう。今多分イギちゃんのママさんが難しかったのは止められないなみたいな形でやり方がちょっとなかなかうまくいかないな。でもやってるうちに例えばイギちゃんはあこの辺でピョンと前行くんだよなとか、越えた後にはあ後ろ入ってくるんだよなとか、そういう動きがやりながら見えてくると、もう知ってる知ってるぐらいで、でそれは行かなくていいからでもいい子だねって言えるような形で、普通だったらできてるんだけど、普通通りにできてるようであればそれは悪いことをしなくちゃいけないわけではないので、むしろ行くのが分かってたのに今日いい子だねをやっといてあげれば今日分かってくれているっていう気になりますし、なので何かを止めていいところは分かってるようをやっといてあげる。そうですね、大体僕はうまくいってない方のイメージはうまくいかなかったところを止めてご褒美をあげなくって、うまくいってる時はなんか調子いいなと思ってほっとくっていう形になると、まあ元気な子たちからするとやはり人間にとって都合の悪いことをしてた方が、結果得すること多いです。ご褒美もいっぱいもらえるのは大体悪いことしてる時の方が多かったりしますし、なのでちょっとそういう理想的なこれやってもらいたいなっていう動き、もしかしたらそれは人間の都合の動きっていうことも正直あったりすると思うんですよね。だからこそやってくれていい子だったねっていうのはたくさん伝えていってあげられるようにするといいのかなと思います。ぜひ我慢のお散歩ではなくて、そこからちょっと楽しいお散歩っていう方につなげてあげられるようになると、お散歩うまくいかないと今日また散歩行かなくちゃなみたいな形になりやすいので僕がトレーニングしてる子はもう一大決心を毎日しながらお散歩していますみたいな子がたくさんいて、そうするとね、せっかく楽しいお散歩も訓練とかトレーニングとかになってしまうので、なのできっちりずっと横歩いてる必要は逆に僕はないと思いますし、そうじゃなくていいと思ってるんですけど、ただちょっと車来たなとかそういう時だけほら知ってるよねで一時的に今頑張ろうって言えるようになれば、自由もあってでもいてほしい時もあってっていう形ができてくるんじゃないかなと思うので、ちょっとそのあたりをまずは頑張ってやってみてください。はい、一応本当に短い時間なので触りだけになりましたが、こんな形でワンちゃんのトレーニング全般的に言えるのは、僕も気をつけてるのはバツって伝えたくなったらその後ろに何かこうやったら丸っていうのが必ずあるはずなので、それをこう一回考えてあげられて、状況ごとに伝えていけるといいのかなと思っております。はい、ワンポイントアドバイスをこれで終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。